フラットラインクラシックスのクリタのアルバムとか、サノバチーズに入る前に展示会で初めてつけたアイテムで、このソファーは金火山ソファーっていうソファーにはなるんですけど、仮木家具ですね。こんにちは。どうぞ。アラオナホテルです。サノバチーズのセールスとプレスをやってます。ワンルームをまとめて自分の世界観作れたらいいなみたいなので、あとここの木かな、この木の感じがすごく良くてここを選びました。今日は、サノバチーズの、生産で、あとフラットラインクラシックスっていう、ラップグループのサルトで活動しているクリタになります。ここでみんなでよくゲームしたりとか音楽聴いたりとか、ここコミュニティスペースとしていろいろとみんなで遊んでる感じですね。まあ、うちの社長の山本が27歳の時に目黒のトレーラーハウスとプールで住んでた時に、まあ、僕も27歳の時に引っ越しのタイミングでどこにしようかなと思ってたら、まあ、山本から、まあ、お前も27だし学大に住めばっていうので、僕はそこから学大のエリアで探すようになりました。ここが玄関なんですけど、ここに置いているものっていうのは結構友達のものとか、まあ、さっき紹介したフラットラインクラシックスのクリタのアルバムとか、これとかちょっと僕の友達 のワンダっていうやつがコンドーム作って来た時にいつも置いてって残してくれてたりとか、別に使ってはないんですけど、まだ公開してないのかな、ルビーローズとエイウィッチの PV の時に僕ちょっと出たんですけど、その時が27クラブって、この後ろの山本がディレクションしてる歌舞伎町にストリップというかショーパブのところが撮影地で、そこで撮った時に記念にもらったやつです。これが貯金箱なんですけど、これ入れるとこうやって動いて、結構振りがすごいんですよこいつ、まあ、シュールなんですけどね。でこれ全部手動です。自動ではしてくれないんで、いつも自分でボタンを押して止めてます。これは基本的になんかレコードとかも見に行くの好きで、まあ、たまに買って、まあ、飾る用とかでもジャケ写で選んじゃうこと多いんですけど、いつかちょっとレコードちゃんと買って音楽聴こうかなと思って。見た目のお気に入り、僕これやっぱ好きっすね。ダーティージョイント。これ、茅ヶ崎のラッパーで、ブラックリストってドリップレコードっていうところに、レーベルに所属してるアーティストなんですけど、よくそのパーティーとかは友達と遊びに行きます。あとはもう、こういう、これ秋葉原のアダルトグッズコーナーで、一人で頑張って入って買いました。これだいぶシュールで、なんか面白いなみたいな。テーマはやっぱり友達のものであったりとか、友達に関連するものっていうのは、ここにやっぱり来た時に一番ディスプレイじゃないですか、玄関って。そこでなんか表現できたらいいなっていうので、友達が何か作ったりなんかもらったりしたら、ここに置いてやっぱ飾って、これかっこいいよねとか誰かが来た時に言って、あれこれ友達なんだよって言って紹介もできるし、ここは僕の中では一番自分の好きなものを詰まってる感じの空間かもしれないです。この場所はここだったらこれですね、 DC×山本海斗ですね。これ海斗さんがデザインした DC のシューズで、リフレクターがここにあったりとかして、夜光ったりとかして結構履きやすい。あとはもうここがメインで一番置いてるところになるんですけど、もう常に履いてるのはやっぱもうクラークスのボロッボロなんですけど、これはやはり毎日のもう通勤靴ぐらいになってるかなと思います。黒の理由っていうのはやっぱり僕普段履くものっていうのがガラパンであったりとか、サノバもポップなアイテムが多いんで、下はやっぱりちょっとベーシックに収めてって感じですね。ここはここのワンルームがクローゼットがなくて、サノバのこれ店頭にあったディスプレイに使ってたもんなんですけど、ちょっといただいて、ここに今服は全部入れて、パンツとかあとニットとかはここに置いてるって感じですね。まあ、おこうネイバーフットの、まあ、こうたてドクターウートのやつ、ここを焚いたりとか、でこれ友達にもらったシュプリームの植木鉢、僕の友達が働いてるんですけど、その時に誕生日プレゼントでもらって、でちょっとサボテン入れちゃいました。あんまりこうインテリアでこう考えて物事で作るっていうよりは、好きなもの好きなもの好きなものを取っていくことが多いんで、それがこういうのとか、この部屋の空間がそういう感じになってるかなと思います。あ、これとか面白いですね。これはエアロゲルっていううちの、
22FW の商品にはなるんですけど、これ NASA の宇宙服の生地を使ってて、マイナス196度まで対応するっていう生地になってて、結構これで僕は普段は外歩いたりとかしてますね。こういうやっぱガラパンが多いですね、自分普段のプライベートで履くものに関しては。シュプリームなんですけど、デニムのようでデニムじゃないっていう、この生地の感じがすごく好きで、これとかはよく本当ヘビロテしてます。キャップ類でいうとこのビーニはよく被ります。これもサノバチーズのなんですけど、被った時の形がキュッてなるニット帽はすごい好きで、これはよくヘビロテで被ってます。普段の自分のアイテムっていうのは、仕事の時はやっぱりサノバチーズ全身で着てることの方が多いんですけど、プライベートとかは本当にさっき言った通りで、友達のブランドとかとサノバをミックスさせて、でそれでコーディネートを組むようには意識してます。このラックはガス管ラックって言って、ガス管でつないでつけてるんで結構丈夫で、僕ちょっと洋服が多いんで、ちょっとかけようと思った時にやっぱ耐久性あるものが一番いいなと思って、このラックを選びました。僕がよく着るのはこの A2 ジャケット、サノバのなんですけど、形がすごくかっこよくて、大切な日とかなんか気合い入れる日とかはこれを着て外に出るようにしてます。これは 21FW の時のセバスチャンっていうアーティストとですね、フランスのイラストレーターの人とのコラボの時のやつで、コーデュロイのコーチジャケットみたいな形なんですけど、この刺繍がすごく色鮮やかで、だいぶ気に入ってますね。すごく好きです。今季の SS のでオンブレのステッチシャツ、このステッチがすごく可愛くて、春先でヘビロテのアイテムになりそうだなと思って、まだ着てはないんですけど楽しみ。これが初めてサノバチーズに入る前に、僕が展示会で初めてつけたアイテムっていう形で、サノバチーズに僕が本当に働くとは思ってなかったので、なんか初めてちゃんと買って、なんか思い出の品だなと思って、常にこれは残そうと思って、 20SS の時の、カタログ撮影の時にモデルとして使わさせていただいたんですけど、その時に山本と出会って、男らしい感じがすごい魅力的で、気づいたらちょっとあの人の下でちょっといろいろと学びたいなみたいなのがすごく感じて、それで海津さんに連絡して働かせてもらうようになりました。 DM でとりあえずもう働かせてくださいって言ったら、いつからって連絡返ってきて、え、いつくんでもいいですかって言ったら、来週会おうかって言って、その次の週ぐらいになって、でじゃあいつから働けんのっていう話になって、じゃあ明日から、じゃあ明日よろしくねみたいな感じ。このポスターはバイミースタンドっていう、うちのグリルドサンドイッチのお店のポスターになってて、うちのストアでも1000円で買えるんですけど、スイートドリームスアーメイドオブチーズとか、結構ユーモアがあったりとか、結構ポップな感じが僕は好きなんで、キッチンによく飾ってます。ステッカーはもう本当に友達にいただいたりとか、まあ購入した時とかにもらったもの、ペタペタ貼ってって、上京した時からずっと使ってるんですよ。もう多分18からなんで満10年ぐらい頑張ってくれてますね。ストロングです彼は。こっちがこの部屋のリビングになります。でこのソファーは金華山ソファーっていうソファーにはなるんですけど、仮木家具ですね。サノバチーズのバーの方にあるソファーを、あ、いいなと思って、絶対に次住む時はこれ買おうって思って、住んだ時に速攻買いました。このクッションはサノバチーズのやつなんですけど、ディービルアウトっていうイラストレーターさんとのコラボになってて、これは去年の SS のアイテムになってて、絵が可愛くて僕はすごく気に入ってソファーには飾ってます。このテーブルとこのソファーで、僕これもまたメルカリで買ったんですけど、これも6万で買ったんですよ。全部でメルカリの人に譲っていただきました。この丸テーブルがまたちょっとおばあちゃん家にいるような感じで、すごく落ち着きがあるテーブルになってます。サノバチーズのバーのコミュニティスペース、あそこがやっぱりみんないろんな多ジャンルの人が来て、あそこでビジネスのトークをしたりとか、なんかあの空間すごい素敵だなと思って、僕らの友達も来ても、一人ではゲームやってて、一人は携帯いじったりとか、でもそれみんな落ち着いてリラックスしていれる空間っていうのって一番いいなと思って、であとコロナの時とかが一番やっぱそれを感じることがあったんで、まあ、家を帰ってきて一番リラックスできる空間っていうので考えたところかな。
これは目黒通り沿いのお店で買ったんですけど、ちょっと破けたりしてるんですけど、この破けた感じがヴィンテージっぽくてすごい好きで、これも本当に安かったです。1万2000円とかだったんです。めちゃめちゃ掘り出し物で、速攻見つけて買いますって言ってタクシーでここまで持ってきました。この植物はハゲちゃんって僕あだ名でつけてるんですけど、まあ名前の通りこういうところがハゲてたりとか、すぐちょっとハゲちゃったりするんですけど、それが可愛くて、最寄りの駅で歩いてる時にちょうど花屋さんの中見たらこのハゲちゃんがあって、これ可愛いと思って買いました。今テーブルに置いてるのは、このゲームが僕らの今の一番ブームです。 FIFA っす。友達の中でトーナメントしたりとか、常にここで一人で絶対に勝とうって思いながらゲームしてます。他にするゲームだったらスマブラか、もうほんと FIFA、 もう絶対どっちかの2択で、絶対に対戦ゲームしかないんですよね。一人でのロールプレイゲームがちょっと自分苦手で、もう常に誰かとシェアしてこの空間で楽しんでます。このプロジェクターはネブラっていう、持ち運びが OK で、このプロジェクターキャンプとかでも使えたりとか、天井とかに照らして映画見たりとか、結構持ち運び便利だったんで、すごく僕は気に入ってます。プロジェクターで流してるものは結構こういうライブミュージックであったりとか、基本的にヒップホップが多いですね、流してるのは。このライトはちょっとホテルっぽいなと思って、それで気に入って買いましたね。ちょっとこの空間に合いそうだなと思って。遊びの日の過ごし方は結構朝起きて、まあ結構月から金までが仕事なんで、溜まった家事を午前中にやって、で午後はまあランチ行くなり、まあ家でちょっとゆっくりして、で夕方ぐらいから、まあ僕の周りの友達が結構アパレル関係とかが多いので、土日出勤の方とかも多いんで、土日は結構夜友達と合流して外に出かけたりとかはしてますね。よく行くエリアは三軒茶屋と駒沢と渋谷ですね。絶対に知り合いのお店で飲みに行くっていうのを徹底してて、好きな人にお金を落とすじゃないけど、なんかそこは絶対に大事にしたいなと思ってて、でよく行くのが駒沢の都会っていうお店、最近できたんですけど、めちゃめちゃ DJ ブースあったりとか、ね、でイタリアンなんですけど、スケーターの人たちが多くて面白い場所です。ここは食わず芋をメインにリゾートじゃないけど、そんなイメージで作ってて、でまぁ、ちょっとリゾートっていう感じで、下の方に引いてるやつがうちのサノバのビーチマット的なやつかな。これは結構気に入っててここに引いてます。ポスターは基本的に、まあ、向こうにあったポスターもそうなんですけど、シュプリームのポスター飾ってます。この椅子もちょっと、まあ、リゾートっぽいなと思って、この敷いてるビーチマットの上に置くと可愛いなと思って買いました。本とかそこまで読むことはないんですけど、やっぱり村上春樹と村上龍はよく、あんま文章読むの遅いんですけど頑張って今読んでます。ノルウェーの森、あとはもう僕整髪料とかはここに置いてて、ブロッシュさんとか、まあ、僕これがおすすめです。ドンキのジェル、マジでおすすめです。これめちゃくちゃ大量買いいつもしてます。この抱き枕はインターブリードのローペーパー、このロングの感じがすごく好きで、なんか面白いなと思ってベッドに置いてます。コロナの期間が長くて、で前の家に住んでた時はやっぱり窮屈狭くて結構ストレスを感じることとかも多かったんですけど、今の家は自分が欲しいもの、自分が好きなものを詰め込んで一つの空間が作れるっていうところ、でなおかつやっぱり正方形でめちゃめちゃ広くて、で後ろ側の通りが桜が咲くんですけど、それもベランダから見れたりとか、そういうのが僕の中の本当に気に入っている理由ですね。まだここ1年半ぐらいしか住んでないんですけど、これからもっと植物であったりとか、もっと自分の好きなもの、友達の作ったものとか、もっともっと自分の世界観を大きくして、いろんな人が来ていろんなものを紹介できたりとか、人を紹介してここでいろいろと何かできるような部屋にしていきたいなと思ってます。僕もともとモデルを3年ほど前かにやってたんですけど、そこから初めて正社員として今サノバチーズで営業とプレスをやらせていただいてるんですけど、
今後もっともっとサノバチーズを大きく盛り上げていきたいなっていうのは常に